お、天かける道ですね。そうそうそう、ジャドとジャドのね、キングんビーストキングダムの連中と違って、ナバール道徳団は割とあれだね。それでは山の中腹にある眠りの花畑を目指しましょう。町の出入りとかも自由にさせてんだ。十分に気をつけてくださいね。わかったわ。そこにリースの仲間がいるのよね。あ、サボテンくんじゃん。よし。うん。えい。ん？これ何？なんか苗みたいなのあるけど、なんでもないのか。じゃあ向かいますか。ん？なんかあるな。よし、なんだ、初めての敵だな。どきなさい。弱そうな相手ですね。すぐに終わらせましょう。まだ。よし。普通に殴ってもいけるかな。魔法使わなくてもね。全体的に空飛んでる敵が多いな。まあそりゃそうか。敵と遭遇しないでしょ。ん？敵です。アーマーない。アーマーですね。よし。まあで、ちょっと前にね、レベル上げといたんで、割とそんなにね、敵苦戦しないね。あ、てか、でも、HP 減ってたな、だいぶ。うわ。ダイヤミサイル。あ、みんな倒してくれたね。ありがとうございます。おお、すごい景色いいね。よし。ん？あ、どっち？こう。よし。じゃあ必殺技も使った方がいい。あ、レベル上がったね。必殺技とかも使っていこうかな。でも空中的に必殺技当てづらいんだよな。いて。どっちだろうね。こっちかな。本当に宝箱ってアイテムしか入ってないな。ここ？お？天使の聖杯、HP 回復。これは？何もなかった。さっき言ってた風の回廊とかいうのはあそこじゃないんだね。よし。ホーリーボール。どうだ。まだまだね。よし。力を手に入れたデッチ。カルロスは天才デッチ。分かったね。あ、ここかな、風の回廊。風の回廊ですね。ここが。
ここはでもまだ進めないのかな。めっちゃなんかゾンビに襲われてたぞ。サーフィー、わー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 、サボテンくんだ。1マップに1匹いるのかな。未発見の宝箱の数が分かるようになった。うん。ん？宝箱7分の0。うん。便利だね。言うて宝箱そんなにいいもん入ってねえけどな。ここは進めないね。ダメ。ここはまだじゃあ後で来るのかな。風の精霊見つけてからかな。よし。じゃあ先に進もう。あれじゃないの、リースがあのリボン、片身のリボンを縛り直すとこじゃないの、吊り橋。それね、多分動画あそこすっ飛ばしてもいいって書いちゃったからな。いけない人は見てないかもしれないけど、これ絶対昼間来た方が良かったろ。ゾンビは夜しか出ないもんね。ゾンビはちょっと強いんだよな。まあゾンビ退治はね、僕の 特技ですからね。あれ、これどっち行けばいいんだ。参ります。あれ、間違えた。行きましょう。えい、うん、天使の聖杯。ここはあれ、ここリースが最初チュートリアルで使ったとこじゃないの。危ない。うわうわうわ。なんか死にそうじゃね。アンジェラ死にそうじゃね。ああ、回復してくれたのか。ここじゃない。今回は怪我する心配はない。おお、やばいやばいやばい。あ、いや、ダブル。あ、ちゃうね。ほうほう。ありがとう。なんかちょいちょいアンジェラじゃねえ、シャルロットが回復してくれてるわ。ん？あ、この先か。よし、この先ね、だいぶ戻ってきたね。よいしょ。お、女神像か。まあセーブはいいかな。お、ここだここだ。ここに仲間が、リースの仲間がね、潜んでるってこと。
かね。よし、では。これは眠りそうの花。しまった。油断しすぎやろ。リース知ってたやろ、そもそも。言えよ。リス口開けて寝るんだね。昔から思ってたけど、リースの肩当てどうやって肩についてんだろう。リース様、気がつかれましたか。ここは秘密のアジト。ナバール盗賊団に占領された城を奪い返すため準備を進めているところです。ほう。ナバールが攻めてきた日、私たちは連れ去られるエリオット様を追いかけて城を出たのですが、先ほどの眠りの花畑に迷い込み、不覚にも気を失ってしまったのです。風向きが変わって目を覚ました時にはすでにエリオット様の姿はなく、城も落城して申し訳ございません。いいのよ、みんなこうして生き残ってくれたんだから。リース様、ではお仲間の皆さんがお目覚めになったら向こうの部屋にいらしてください。みんなリース様に会いたがってますよ。はい、まだのんきに寝てやがんな、他の2人。これリースがいるから、じゃあみんなで城を取り返そうみたいなノリになるけど、他のやつらだったらどうするんだろうね。そういうところがこれ組み合わせによっては面白いところだよね、このゲーム。おお、舌が回らなくなってきたな。こんにちは。うん、まあそうだね、旗印がいないと取り戻すって思わないもんな。よかったね、リース生きてて。あんたは、ローラート城は周囲の崖を利用した城塞と崖を渡る強風に守られ、難攻不落の城として世界的に名高かったからですね。名高かったですからね、だね。だからいざ取り戻そうと思っても簡単にはいきません。一体どうすればいいんでしょう。あ、いや、やつらが攻め込んできた時と同じ作戦取りゃいいじゃん。ね、風を止めて、中に眠りそうの、ね、粉を撒いて、みたいな感じじゃなかった？こいつ？こんにちは。あれ？違うな。あれ？どこだ？下？しかしこんなとこにこんな強固な砦であったのね。ん？あ、こっちか。ん？これか。お前か。花畑に迷い込んだナバール兵を捕まえました。でも何か様子が変です。我々は本当にこの奴らに国を滅ぼされたのでしょうか。ん？どういうことだ？お前は？ブツブツ。なんだよ。何も言わないのか。ブツブツ。なんか言ってみろよ、この野郎。殴ってやろうかと思ったけど、全然攻撃できなかった。あ、こっちもいたのか。おら。なんで完全に魂抜けちゃってんの？上かな。こんにちは。
あちらの部屋で今後についての話し合いが行われるそうです。ほう、じゃあ見に行こうか。ヒース様、よくぞご無事で。じい、落ち着いて。大丈夫か、じいさん。もう大丈夫ですよ。どうすればローラント城をナバールの手から取り戻せるかしら。この人数では正攻法でナバール忍者軍にかなうはずがない。何かいい知恵はない？すみませんが、わしは子守役、戦術にはとんと疎いもので。ああ、うん、どうした？おお、そうじゃ、賢者ドンペリに頼めば、いい知恵を授けてくれるかも。なんかキャバクラで頼んだら大喜びされそうな名前だね。そうです、はい。かつて竜帝との世界大戦の時に強大な力を誇るドラゴン族を出し抜き、ボルセナの英雄王を勝利に導いたと言われる奇跡の戦術師です。はあ、その方は今どこに？それがですな、人間ではないのですじゃ。彼ドンペリはコロボックル。ジャドの南、ラビの森のどこかにコロボックルの村があるらしいのですが。結構遠いな。早速探しに行ってみましょう。お待ちくだされ。コロボックルは大の人間嫌い。まともに言っても絶対やってはくださいますまい。で、あ、ちびっこハンマーか、さっき言ってた。賢者ドンペリは人間の格好で言っても会ってくれないので、人間以外の姿、例えばコロボックルになりすますことができれば、あるいは、なるほどね、ちびっこハンマーと言われる秘宝がバイゼルにあると聞いたことがありますです。それを使えばうまくコロボックルになりすますことができるやもしれませぬ。じゃあ、逃亡すると、あの、バイゼルにのブラックマーケットに行って、ちびっこハンマーを入手し、で、その上で、ジャドの南のラビの森の中にあるコロポックルの村に行って、ホストクラブで入れるような名前の、軍師に会いに行けばいいってことだね。はい、お前アルマじゃねえの？ウバのアルマ、ね、じゃあそこ行って、で、まあ、そのドンペリを連れてきて、ローラント城をそれから取り戻すってことだね。先長えよな。よし、じゃあ帰ろうと思ったら、なんかここでイベントあるな。こっちこっち。寝ない？大丈夫？何なんだ？ああ、それお前もあの家系のもんか。あれ、ボンボヤジの大砲と同じじゃない。ボンボヤジを知ってるんですか？彼のいとこのメルシーです。よろしくね。ほほ、私たちをバイゼルに飛ばせる？役立ってんな、この大砲。お安いご用です。準備はいいですか？じゃあお願いします。もうおなじみになってきたな、大砲。